ごいな。でもこれこれはねめちゃくちゃ迫力ありますね、はい、取材ありがとうございます。お願いします。これアバンギャルドの当時ものですね。サナジャパンか。はい、こんにちは、車小僧です。今日はめっちゃ懐かしいというかすっごい車早速見つけちゃいました。車見てください。日産プレジデントです。これはねめちゃくちゃ迫力ありますね。オーナーさんね取材取り付けましたのでちょっといろいろ聞いていきたいと思います。オーナーさんすいません、ありがとうございます。イベント早々、はい、取材ありがとうございます。お願いします。嬉しい限りでございます。お名前の方をよろしければ。荻野です。荻野様で、はい、いやーこれもう僕今も到着したばっかなんですけど、はい、もう速攻食いついちゃってあそうですか、はい、今日はちょっとプレジデント僕だけみたいですけど。あそうなんですね、はい、これ車種はそうですね、もうプレジデントで年式は11年式の後期ですね。11年式の後期、はい、乗られて長いんですか。今で5年目ぐらいですかね。あ5年目ぐらい、はい、5年前って購入された時ってノーマルですね。ノーマルでいつも大体僕はあのノーマルしか買わないもんで。あそんな感じですか。ええ、前はあのサニーシーマ乗ってたんですけど、はい、で次はあの V8 が乗りたくて、はい、それであのプレジデント選んだ感じですね。なるほど。結構でももうこのプレジも5年前でもなかなかいい玉見つけるの大変だったと思うんですけど。そうです、2年ぐらい探してやっとあったもんで。あれそうですか、はい、距離もまだその時5万キロちょっとのやつで、あんまり乗らんもんで今7万キロちょっとですけどね。あそうなんですね。ボディカラーももう元々このもうオリジナルの黒じゃなくてあのダークグレーイシュブラックっていう、ね、ちょっと黒ですけどよく見るとね違うKJ6 ってやつですね。あ、ちょっと後ほど、はい、どうですか、まあ、エンジンの調子だとかそれなりにもうね特に不具合はないですね。あとそのキャンバーつけとるもんで、はい、ドライブシャフトとか、はい、そういった感じが破れるとかあるんですけど、まあ、そこ消耗の部分でね、まあ、多少やっぱ負担かかっちゃってるっていう部分も。そうですね、特にないですね不具合は。すごいな、これは素晴らしい。エンジン機関系も絶好調って感じですかね。そうですね。ではちょっと実際車見ながらいろいろご質問させて、はい、いやこれもねフロントマスクでいきなり聞きたいところ。まずこれフロントグリル、これアバンギャルドの当時ものですね。来ましたよね。これは出会えると僕は思ってませんでした。ネットだとかではなかなかつけてる人いないですね。ないですよね、アバンギャルドジャパンね。これはあの2種類あって、はい、これはあのスポーツタイプという方なんですけど、はい、ワイドモデルの方はもっとでかいんですよ。でかいってこと前に出る感じになるんですか。そうそうです。やはり純正バンパーにフィッティングする方はこのスポーツタイプのちっちゃい方ですね。あえて、まあ、今ねオーナーさんエアロ巻かれてないと思うんですけれども、もうこのスポーツタイプを探しに探して見つけた感じですか、はい、そうですね、なかなかないと思うんですけど。いやだって以前ちょっと取材させていただいた時、はい、プレジのオーナーさんにも、はい、アバンギャルドのグリル欲しいんだけど買うと100万単位になっちゃう。そんなにするんですか。ものもあったっていう話をしたんです、聞いたんですけど。なかなか中古でも出ないですね、あんまり。どれぐらいしました、ちなみに。もし差し支えなければ。あんまり言いたいんですけど、まあ、2桁ぐらいしますね。あ、やっぱ2桁。真ん中のビップエンブレム、これもオリジナル？これは H252 の、はい、あのプレジデント、古い方のね、それのフェンダーエンブレムです。あ、もうボロボロですけどね、なかなか新品が欲しいんですけど、うん、なかなか手に入らんもんで。いやでも逆にこの味が出てる分、ね、そうですね、そのままっていう感じでね、はい、当時もこうやってみんな貼ってましたね。そうなんですね、迫力あるな。インパクト半端じゃないですよね。そうですね、グリルが結構目に行きますね。そしてねゴールドのボンネットマスコットがついて、ね、これバンパーはノーマル。そうですね、純正で、はい、これダミーですけどセンサー貼ったりとかなんかしてるぐらいで、当時流行った懐かしいですね、ダミーセンサーですね。これステッカーとかも出てましたもんね当時ね。出てましたね、僕ステッカー派でした十分再現できてますよね。でもねできるだけ当時の仕様プラス、まあ、今流行りのキャンバーで。ああそうですね、ミックスされてる感じですね。そうですね、これウォッシャーのこれもダミーですですよね。そしてジャンクションさんのナンバーのベースと、ジャンクションのものはこのナンバーベースと、はい、ボンネットスポイラーとルーフウィング、そのちょうど見させていただきます、はい、すごいですよ。これあえてもう今エアロレスの仕様っていうのはオーナーさんのコンセプトみたいな感じ。そうですね、もうエアロはつける気ないもんで。あ、つける気ない、このグリルの迫力でエアロレスで行くっていうところがまた渋いですね。多分いないと思います ね、どうしてもでかいエアロ入れちゃいますよね。そうです ね、これはすごいわ、渋い。ありがとうございます。ライト類はそのままこれ LED 加工されてる感じですか。そうですね、このサイドマーカーのこのジャンクション製なんですけど、はい、全部 LED にしてあります、マーカー類とかテールランプ。じゃあジャンクションさんの購入して中 LED 版を入れてる感じですか。切って。そうですよね、そしてさっきちょっとお話しいただいたこのブラックに見えるけどよく見ると全然違うこのボディカラー。フレジは2種類あって黒で、K3 と KJ6 っていう2種類あるんですよ、あんまり少ないこっちの黒なんですけど。いやすごい、このボディカラーをベース車としてもオーナーさん探してた感じですか。いや本当はそんなことないんですけど、本当は黒を探しとって、はい、で黒があったっていう話で、はい、買ったらこの色やったんです。こっちの方の黒だったうまいかなと思って、
あのデコラインっていうんですかね、ピンストライプも、あ、このジャンクションのこのラメタイプのやつですね。こんなの出てるんだ。これ当時から出てたってんだ。シルバーではなくてラメが入ってるタイプのやつですね、はい、このボディカラー合ってますね。あ、そうですか、うん、はい、そしてスカラジャパンですか。当時もんのリバルしてないオリジナルですね。すげえ。前後マイナスオフセットですね。そうですよね。これフロントで 9.5 ですね。 9.5 リアが 10.5。 10.5、 あ、これすごい。よくこのサイズをなかなかないと思いますけど、うん、これはもうオークションとかでですか、見つけられたのは。そうですね。でピアスボルトもチタン風のブラックピアス、ちょっと錆び取るんですけど、はい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 、はい、オプションのやつがついとるんですけど。あ、本当だ、はい、やっぱかっこいいな。スカラーはもう今18インチって出てないですもんね。出てないですね。出てないです、出てないです。今ちょっともうあの水が溜まるもんでよくくすむんですよね。しょうがないですよねこれね、また直そうと思うとるんですけどなかなかね、普通に磨いても取れなくなっちゃうんですよね。もう取れないですね。サビなんですよね。ガリ傷も全然ないですね。ちょっとフェンダーにコスター跡はあるんですけど、またこのリム直すときに直そうかなと思って。すごいですねでもね、はい、この状態で本当にこのアーチモールだけは絶対外したくないもんで。すごい。このアーチモールをつけた状態で当然フロントも爪は切ってるか。爪はフロントは爪折りですね。折りで。リアは切ってありますけど、もちろんそのアーチモールも切ってあるんで、あ、切ったり折ったりして。そういうことですね、これ車高調とおっしゃってましたよね。はい、車高調で一応あのシルビアとか、はい、スカイラインのアームでセッティングしてあるんですけど、はい、もう完全オリジナルですね。もうプレジ用のパーツというか、プレジで買うよりシルビアとかスカイラインの方が安いんですよね。意外と流用できちゃうんですか。そうですね。なるな。そしてさっきおっしゃってたね、ボンネットスポイラーがもジャンクションさんで、そうですね。そしてこのサイドね、長いね、やっぱリアのドア、ソブリン。で、リアのタイヤ、これ見てください。これが 10.5J。10.5 のマイナス18。ぴったりですね、これスペーサーは。いや、入れてないですよ。入れてないスペーサーです。おー、すげえ。本当はもうちょっと起こしたいんですけど、はい、ホイールが入らんもんで、あ、僕倒してしまわんと。なるほど、なるほど。さあ取ってね、こう浮いてんもんね、これ。そうなんだ。これ腹下とかも加工してるんですか。エンジンとミッション上げて、上げて、あとオイルパンガード。ああ、やってんだね。メンバーもやりたいんですけど、はい、もうキリがなくなるもんで。でリアがね、上品な。ルーフスポイラーもジャンクションさんとおっしゃってますね。そうですね。羽はこれインフィニティ945の純正を加工して、ここにあのハイマウントストップラップがあるんですよ、はい。キー穴がね、それを埋めて、はい、んであの。ボディ自体が石やもんで、ここは、はい、それでペタッと貼っとるだけ。ここにぴったし合うようにこう、うんうんうん、ここはもう作ったわけですよね、形ね。純正でも FRP なんですよ、ほうほうほう、945の貼れて、はい、やもんで加工がしやすいもんで、削ってパで持って、まあ、エアロがついとったらもっと大きいのがいいんですけど、はい、なしやもんでもうトランクの方だけで。そうですよね。あれ、そしてこれマフラーなかなかこれ大迫力ですね。昔あったあの、はい、V バランスというメーカーのシーマにつけとったやつを加工してつけて、はいはいはい、いやー、これインパクトあるなー。折り返しのパンチングメッシュのタイプで、これもうマフラーはフロントから、いや、あの中間からストレートで、ストレートで、中間は純正加工で、はい、リアはまあそのままつなげただけで。なるほど。これ全部加工自分でやってるんですね。あ、そうなんですか、ね、あー、すごい、お金かかってないです。すごいなー。いやー、すごい。車小僧のマフラーコーナーっていうのがありまして、はい、軽くでいいので、はい、この迫力ありそうなマフラーの音をちょっと聞きたいんですけれども、お願いします。おー、かっこいいわ。やっぱプレジ重たい音出ますね。ありがとうございます。すごい、かっこいいわ。かっこいいわ。迫力あるわ。パンチあるよな。やっぱこれトヨタの V8 とはまた違うんですよね。そうですね。うん、もっとフロントもストレートにした方が音量でかくなるんですけど、割れてしまうもんで、その中間だけにして。これかっこいいわ。低速で走ってる姿とか。あ、そうですね。いかついわ。走り始めが結構いい音しますね。ですよね。もっと内装とかってちょいじられたりしてますか。内装はもう純正のコノリーレザーが好きやもんで、はい、あとは特にしてないですね。あ、本当ですか。あ、純正のレザーちょこっと見せてもらっても大丈夫ですか。これテールランプも、小野さん、これテールランプも LED ですね。そうですね。それも全部。すごいじゃないですか。これ全部あるっすもんね。これも、あ、これも全部ショップさんすか。いや、僕全部自分で。この車は車検以外は、車検とあと、はい、アライメント以外出してないですね。これ夜綺麗でしょうね。昼間だとちょっとあれですけどね、分かんないけど。つけましょう。はい、お願いします。おお、昼間でもこんな明るんだ。これ夜明るいっすね。そうですね、これね、横並ぶ車赤く光りそうだもん。ほんと光ってますね。いや、綺麗だな。でもこれテールランプも、おお、綺麗綺麗、自然ですね、はい、純正風。モニターとか懐かしいよな、はい、この内装ね。これ、はい、インフィニティも一緒ですもんね、ほとんどね、945でね。そうですね。うん、
懐かしいヘッドユニットだな、昔僕もあれ使ってたな。あ、そうですか。はい、高級感、高級感ありますよね、あのアナログのね。はい、はい、いや、ありがとうございます。すごいいいもの早速出会わせていただきました。今後小野さんあれですか、このプレジの年内またイベントに向けて何か、まあ、メンテも含めてカスタムしようかなとかっていうのってあります？マフラーをね、肩出しにしようと思うんですけど、お、日産って普通左側だけでしたっけ？そうです。ほんで、うん、ジャンクションのタイプ1のこのオーバル当時のはいはいはい持っとるんで、あれにするかちょっとあの斜め出しで作ろうかなって考えてます。あ、ちょっと斜めにして。そうですね。あ、ちょっとバラムンディ夫婦ですか。そうですね、うん、これも迫力ありますけど ね、うん、バラムンディちょっとちっちゃいもんでね、毛が。あ、ちょっともっと太めで。確かにオーナーさんの画体にめっちゃマッチしてるこのマフラーがそんな感じですよね。あ、そうですかいや、ありがとうございます。しっかりね、はい、編集してかっこよく仕上げていきたいと思いますので、はい、またいろいろこうイベント僕らも回りますので。あ、わかりました。またお会いした時には声かけさせていただきますので。お願いします。すいません、今日いきなりありがとうございました。よろしくお願いします。僕のチャンネルにアバンギャルド仕様が収められると思わなかった。あ、そうですか。めちゃくちゃ渋いです。せいやです。せいやさんで、はい、ありがとうございます。これがジャンクションプロデュースさんの出ましたね。これね、このスカラ。おい、OK、ありがとうございます。よろしくお願いします。